メリークリスマス。皆さんおはようございます。モテ工作海空研究所、今日も朝礼やっていきますよ。今日は12月24日でございます。晴れました。こちらは皆さんいかがお過ごしですか。雪結構降ってる場所もあるんですかね。名古屋とか割と降ったとか聞きましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。砂塚森忠さん、メリークリスマス。森本茜さん、メリークリスマス。山本健太さん、メリークリスマス。清水信之さん、メリークリスマス。寺石ゆかさん、メリークリスマス。中村周平さん、メリークリスマス。山田友人さん、メリークリスマス。中島明さん、メリークリスマス。佐藤直君、メリークリスマス。さあ、今日はどんな朝でしょうか。あ、誰か来てくれた。おはようございます。僕忘れてたんですけど、ゆかさんから贈り物をいただいてたんです。あ、あかねさん、おはようございます。これからあれかな、陸上なのかな。気をつけていってらっしゃいませ。なんかね、昨日の前くんのやつ染みましたね。すごくあかねさん側の視点に僕になりましたね、どちらかというと。まあでもよっぽどいい、楽しいでしょうね。でそれはなんだろうな、楽しいから行きたいのもわかるけど、翌朝のこともあってどう言ったらいいんですかね。同じこと俺も言いそうだなと思いながら。で、まあだからその言い合ったりとか、ちょっと衝突が起きたり、まあ、そこまではなんだろうな、それ避ける話じゃなくて、おそらくあるべきことなんですよね、きっとね。行きたいっていうことと、まあやめとけやっていう話と。穏便に住めばいいのかって言ったら、多分そうじゃなくて、ちゃんとぶつかって、まあ本人もなんでだよってなること自体も割と大事なことなのかなと。親は親で、まあなんかそのもっとうまく言えないかなとか思わなくもないんですけど、うまく言うだけがいいことかっていうのもちょっと思ってて最近。なんかそれでいいんじゃないかなっていう気もしたりして、なんででもさ、結局翌日、まあ翌日なのか、終わったしばらくして、何時間となのかわかんないですけど、まあまた彼は見事なので、それを振り返れるというね、とてつもない力を持ってるから。まあでもみんながみんなそうじゃないからね。まあそうじゃなくって、もっと引きずる子もいるかもしれないし、場合によってはなんだろう、まあそんなこと1ミリも気にせず翌日には忘れてるっていう人もいるでしょうね。まあ僕なんか子供の時は割とこう引きずってたかな。なんか親となんだよってなって、だから俺にこれをやらせてくれよと。で親は親で俺のことを思ってこうだというので、ぶつかって割と引きずってましたね、僕はね。だからまあ、でそういう話って 2,30 年経ってようやく俯瞰できる話なんですよ、普通は。まあ、あの時はこう、まあ、子供だったなっていうのと、親は思ってくれてたんだなみたいなのって、 2,30 年経ってからじゃないですか、普通俯瞰できるのって。前は数時間だったっていうね、数十分かもしれない、俯瞰して。まあなんかその自分の、あ、まあなんか言ったこと、お母さんが言ったこと、それを両方比べて、あ、やっぱりこっちか、そりゃそっかみたいな冷静さっていうのは、まああれも技術だと思うんですよね。でそれが
なんていうか、どこでどうやってトレーニングされて身についたかわかんないですけど、持って生まれたもんじゃないと思うんですよ、僕はね。まあ早くにトレーニングすれば早くに身につくし、そういうことがトレーニングであるということを気づかなければ、大人になってもできないものはできないっていう で、延々と同じ苦労を繰り返し続けて、衝突しては引きずって、嫌な気分っていう。で、嫌な気分せっかく味わったのに、そこから学ぶものがあまり多くないまま、また次を同じことを繰り返すっていうループに、行く人は行くっていうね。まあ少なくとも僕は結構な長い間そういうことやってたっていう まあこれもだから、なんかまああらゆることが学習だなと昨日の話聞いてて思いましたね。花丸学習会で学んだことなのか、スプリントテクニックを学んでいるのと同じように、まあ早いに越したことないなって思いますね。でもいいよな、なんかあれほどこう行きたいって思える、まず場所だったり機会だったり相手だったり、そういう相手がまずいるっていうことがね、単純に羨ましいです 日頃からよっぽどそういう付き合いを、お友達だったり塾だったり、そういうふうに自分がコミットしてるから余計に行きたいって思える次のイベントが訪れるわけじゃないですか。で、そういうふうにこう高いモチベーションだったり欲求だったりがあるからこそ、まあなんか他の別なこう翌日のイベントであるとかと折り合いつけるときに、なんか我慢しなきゃいけない、どっちかを取らなきゃいけないみたいな話になって で、お母さんみたいな冷静な コメントが来たときに、なんだよってなるっていう 話だよね で、その衝突自体にも価値があるしさ。いや、なんかまあその昨日の禅の放送そのものっていうよりも、禅に起きた身の回りのいろんなことの一連の話が全て見事だなと思ってね。お母さんが「やめときや」って言って一悶着あるっていうことも見事だなと思ったし、で翌日今ね、多分ワクワクしながら 陸上に出かけてんでしょうけど、それもそれでね、目に浮かびますし。あ、奈緒くんおはようございます。これ3人来てくださってるんですね、ありがとうございます。そうそうそう、それでさ、そう俺忘れてたんですよ、ゆかさんからなんか贈り物をいただいたのに、お礼するの忘れてました、ありがとうございます この間の日曜日に海浜幕張でゆかフェスと称してですね、砂浜のスプリントトレーニング会をやったんですけど、自主練ですかね、まあ、非常に楽しかったよっていうお話をちょっとお伝えしたんですけど、なんかまあなんていうか、マッチングアプリとして森博さんとゆかさんを出会わせたいっていう、僕のね、こうマッチングアプリとしての機能に対するお礼ですかね お礼をいただきまして、お米を送っていただいたといういや、ありがとうございます。お米はありがたいよ なんだろうなと思ったけど、なんか送られてきて、えらいずっしりしたものが送られてきて これなんだろうなと思った。ゆかさんはなんでお米を選ばれたのかちょっとまだ分かんないですけど、大変ありがたくいただきました。さあ、まあ前句の話でいっぱいしてもいいんだけど、今日ルールとマナーの話を昨日友人さんがされてたんで、これは深い話、延々喋れそうじゃない？なんか奈緒くんも、奈緒くん喋れんのかな
ライブに入れてみますか。あ、そこできないか。なんかルールとマナーの話は、1対1で話したらその人なりの1時間延々喋れる感じがありますよね。いや確かにあんまりそのそれはマナーだろうって言ってることと、いやこういうルールだよって言ってることの境界線あんまり僕は意識せずに、でもどっちもなんか違うものとして認識してたわけなんですけど、でそうそうそう、ペットの話だったから、まあ、ペットで行くとうちのマンションもなんだっけな、もともとはペットなしなんだよというところで、だけどなんかペットの会みたいなのがあるのかな、なんかちゃんと届けて、こういうふうにしますみたいな、あのそれこそマナーはこういうふうにちゃんと守るんで、でこの人とこの人がこういうペットを飼っていますっていうのを多分届けてるんでしょうね。だからまあ原則、なんだろうな、ペットを飼うとかって個人の自由だろうというふうにも見えるんですけど、まあ、このマンションみたいなところにいると、まあ犬だったら吠えるし、猫だったら何があるのかな、猫じゃなくてハムスターとかそういうのでも届けんのかな、わかんないけど、ペットもさピンキリなんだけど、ペット不可って書いてあるんだよね。あれ何なんですかね。犬はやめてねだったらわかるんですけどね、なくあのワンワンがあの声があのうるさくて、あまりそのお隣同士の防音がよろしくないとかだったら、まあ理由としてはまあなるほどねっていうのは分からんくもないですけどね。あとは何ですかね、猫がダメだとしたらなぜダメなのかとか、やめてねって思うのか、何ですか、あとは鳥とかインコとかわかんないけどなんだろうな、それってそれぞれまあ、もしご迷惑をおかけするとしたら、その理由ってそのペットごとに違うじゃん、種類としては、まあ同じ犬だとしてもすごく小型犬なのか大型犬なのかでも多分違うよねと思ったりして、でも本当は原則自由なんじゃないっていうのもあって、その辺がこう相反するからどこで線引きしましょうかってなるんでしょうね。でルールができるんだと思うんですよ。まあこのマンションではこうしましょうと。で多分その本来はみんな自由でいいはずだけど、まあ同じような話し合いと折り合いのつけ方をあっちでもこっちでもそっちでもこうお隣さんといちいちしなきゃいけないということが起こってくると、そのために話し合いのコストが高いよねっていうことだと思うんですよ。でも当人たちだけで住みゃいいんだけど、なんかその例えば第三者がたあの話し合いの間に立ってまとめてくださいと、まあ、例えば管理センターとかねっていうのが毎回毎回起こると、もうみんなにとってコストなんで、そのコストはもうちょっと避けたいですと。だからあらかじめ落としどころこの辺っていう、お互いにとってこの辺っていうのを決めとこうっていう、そのコストを削減するための工夫なのかなと思うんですよ、ルールっていうのなので、で破るとそのコストを誰かしらが被ることになるので、破ったら、まあ、ある程度罰則までいかないかもしれないけど、破った人にはこうしてもらえますよみたいな、なんかそういうのとセットなのが僕の中のルールの
イメージですね。まあ、例えばスポーツのルールとかだったらペナルティーが課せられるじゃないですか。あの PK エリア内で、ファールをしたら、まあほぼそのファールさえなければゴールが決まっていた可能性が高いので、そこの中でのファールに関してはより厳しく、ペナルティを与えますよっていうルールになってるわけですよね。でまあその外だったら一応フリーキックで済むというような話ですね。で壁の位置はなんかどれぐらい離れなきゃいけないとかちょっと詳しく分かんないけど、まあサッカーならサッカーでそういうルールがあるわけじゃないですか。でルールっていうのは、そのルールの違反っていうのはまあいろんな段階があって、軽いルール違反だったら軽いペナルティですぐ続行だけど、重いルール違反を犯してよほどの、まあ、危険行為だとみなされたらレッドカードで退場させるみたいなさ、まあ、そういうそのペナルティの重い軽いがセットになっていて、ルールにも重い軽いがあるというイメージですかね。で一方で、マナーっていうのは、まあ、ルールのようでもあるけれども お作法ですよね。テーブルマナーとかさ、まあ飼い主のマナーっていうのは、じゃあそのマナーを守った方が好ましいんだけども、破ったらペナルティーがあるのかって言ったら明確にそれは定義されてないみたいなことだと思うんですよね。ペナルティが定義されていないので、まあそのグレーなゾーンがあって、まあある意味ではその余白があって許容度もあって、まあ多少その価値観のズレがあってもそれをお互い許すという前提というか、相手に押し付けたりはしない、そのマナーどうなのかなって思うぐらいのことはあっても、相手には相手の価値観があって、それはまあそっちの価値観でそういうふうにやってんですね。でこっちから見るとそれはマナーが悪いと見える。じゃあ別の人は同じ価値観同士だったら別にそれがマナー悪いとは思わないみたいな、それぐらいのこうちょっとあやふやの部分があるかなとは思いますけど、まあ、なんかそういうふうに僕は昨日聞いてて、友人さんの話聞いてて思ったりしましたね。テーブルマナーとかだと割とはっきりしたルールに近いものがある気がしますけど、なんかナイフとフォークの並び方とか、どういうハの字にしたらとか両端に揃えたらとか、ほぼルールに近いよね。でもやらなかったらペナルティあるかって言ったら別にそうではないけどね。だからやっぱりそのルールに限りなく近いマナーもあるけど、ペナルティが伴っていないものかなと、まあ、あとエチケットとかもありますね。そんな感じかな。今のところサロン内はどういうルールとマナーが存在してるのかあんまり僕も理解し考えてなかったけど、どうなんですかね。なんかあんまり今のところ僕は皆さん自由にやっていただいて、自由に投稿をいただいてて、そこにルールとか決めてる気もないんですけど、まあでも自由に投稿できるようはルールなんですかね。でもその投稿する内容に対して、こういうふうにしてくださいとか、文字はこれを必ず入れてくださいとか、そうなってくるとルール、入れなかったら削除しますよとかになるとルールなんですかね。まあペナルティとセットだから、まあマナーはどうなんでしょうね。なんだろうな、あんまり考えなかったな。サロン内でこう皆さんご自由に発信していただいてますけど、コメント欄も割と自由に盛り上がってるしな。でもあそこになんだろうな、
盛り上がっていいね以外のことを考えたことがなかったですね。マナーはこうしましょうみたいなのってあるのかな。やっぱりでもその今のところ、まあ人数少ないでもあるけど価値観が近いからなのかな。割とマナーを意識して守りましょうみたいなことを言う必要が出てくるっていうのは、その多少俺はちょっと違う価値観でこうした方がいいと思ってるし、こうしないと不快であるみたいなことがばらついてきたりした時に、その調整の落としどころとして、まあこの辺をマナーにしませんかっていうことになってくるんですかね。わかんないね。どれぐらい増えて、どれぐらいその価値観の違う人がこう入ってきて混ざってきた時に、まあ多分そのルールもマナーももともとは何かしらその何にもそルールもマナーも存在しなかったところで人が集まって、なんか一緒にやろうとした時に価値観だったりこっちの方がいいんじゃないかと考える考え方とか、それやり方としてはいいけど、もうちょっとゆっくりやりませんかとか、なんかちょっとわかんないけど、その衝突があって衝突があって、まあそれに対してこう解決したり話し合ったりのコストがかかって、で1回目はまあいいとして、2回目3回目ぐらいまでいいとして、あってしかるべきもんなんですよ多分。そのみんな違うんだから、あの価値観が違うんだし、生きてる環境も違うし、生活スタイルも違うから、でそれぞれ年齢も違えばフィジカルも違って、持っている時間の余裕とかお金の余裕とかそれぞれ違うから、何らかこう価値観の違いがあって、僕にとって小暮がすごいんだけど、誰々さんにとってはちょっと困るんですよっていう衝突とかこう、ま、そういうことがあった時にそれを解消する話し合いが行われて、まあ、その話し合いのコストがかかるわけです。で最初はクリエイティブなコストとしてお互い受け止められるというか、ああなるほどお互いそういうことなんですねっていう、で分かり合えてよかったですねに向かえば、対話として向かえばそれは全然いいんだけど、まあ、あんまり同じようなコンフリクトというか同じような衝突をあちこちで繰り返して、そのたびに同じようなコストを割いていると、これ無駄なその対話するのはいいんだけど無駄なことを同じことを繰り返してるなというふうにもしなってきた時に、じゃああらかじめマナーであったりルールであったりこう定めておいて、まあ、何も知らずに新しく入ってきた人がここではこういうふうにするようにしておりますというのをあらかじめ聞いてれば、あそういうことなのねってわかるという、まあそのコスト削減のなんていうか衝突のコストを下げるためのものとしてこう徐々に出来上がっていくのかなと想像しました。まあ今のところこうルールもマナーも特定のものはないこの我がサロンなんですけど皆さんそれぞれクリエイティビティを存分に発揮するという、まあ、ただそれだけで今のところね3ヶ月来ましたけど、まあ3ヶ月だからだよね。これがどれぐらいあと続くのか分かりませんけど、長くなっていったり、同じメンバーでも長くなっていけばそれぞれこうあそこでズレが生じたかっていうのはちょこちょこ起こる可能性が高くなっていきますよ、時間が長くなればなるほど。で、まあ、1回2回だったらまだそのたんびに話し合ってここで落としどころにしましょうっていう話し合いでいいと思うんですよ。でも同じようなことで同じようにこうあれ違うなってお互い思ってて、繰り返すという時に、まあ落としどころはこの辺にしませんかっていう、まあだからもう同じ
コストを何度も支払うのももったいないから、まああれお互いの納得はここだよねっていうのを一回決めて、まあルールにしましょうと、破ったらペナルティもつけましょうというレベルにするのか、この辺をマナーとしてお互いその、うん、厳密にちょっとでも破ったらすぐピーっていう感じじゃないけど、まあ、できるだけ超えないようにしましょうぐらいのそのふわっとしたの落としどころというか、できるだけこのなんですかね、こうそのなんだろうな、安全交通マナーとかだと、交通ルールとマナーあると思うんですよ。そのルールは破ったら、速度制限破ったら警察に捕まってペナルティっていうレベルですよ。でもマナーはあんまりそのスピード制限いないかもしれないけど、あんまりこう急発進とかされると怖いしみたいな、あのとかね、あの道路交通法を破ったとは言えないんだけど、それどうなのってみんな思うよっていう、そういうぐらいのことだと思う。でそれはだから本人が分かってて意図的に悪意を持ってやってたら、もうなんだろうな、みんながこう避けるっていう対象になって、本人にとってもあんまり、得がないから、まあ、あんまりこのサロン内でそれを考える必要性は感じないんですけど、まあ、本人にとっては良かれと思っている、相手受けた相手側も価値観が違うだけで、違うところがいいと思ってるっていう衝突に対しては、そこにマナーが設定されていくというか、いう感じなのかなっていう。でこれこと動物が挟まってくると、なんだろうな、飼い主と飼い主の価値観も違うで、間に動物が挟まってきて、動物の行為ってどれぐらい制御できるのっていう、そこに対するこう完全にその飼い主が思った通りにできないっていうのもあるし、できるだけこういう風にしつけるようにしましょうとかっていう部分も、なんかその一概にねバツッとルールで切れるかって言ったら、で、まあ、破ったらその瞬間に罰金ですみたいに、ペナルティを明確に定めてどうこうできる話じゃなかったりすることが多いんでしょうね。だからまあうちのマンション内もなんか僕ちゃんと調べてないけど、原則うちのマンションもペットなしなんだけど、でも飼ってる人がいて、飼ってる人はちゃんと届けて、こういう風に、最低限の落としどころは超えられるように話をつけていて、でまあペットを飼ってる人同士でちゃんとまとまってペットの会みたいなの作って、管理センターとはこの辺を落としどころにしますっていう調整をしてるっていう、まあ、なんかそういうなんか余白のある決め方をしてて、それはなんだろうね、多分マンションの規則には載ってないんですよ。だからマナーの範囲だと思うんだよね。なんだろうな、飼う時にはお隣さんとか近所に、それを告げに挨拶に回るとか、多分それぐらいのことをしてるのかな。あんまり当事者になってないのでわかんないですけど、でもなんかよくよく考えるとルールとマナーはよく思いついたなというか、確かにこう人間すごいなって思うところですよね。なかなかその習性、ただの動物だと習性で動くわけじゃないですか。でコンフリクト、縄張り争いで衝突したらどっちが勝つかまでいっちゃうっていう、同じ同種族同士で仲間同士でやっても群れをなして、そのお互いの利益を共にしていても衝突したら
強い方が勝つっていう世界だと思うんですけど、うん、規則を作ったり、まあ、マナーは訳すと行儀作法とかだと思うんですけど、まあ、行儀がいいとか悪いとかっていうのは文化でもありますからね、うん、その国によっても違うし地域によっても違うし、なんだろう、茶道とかだったらもうなんか芸術、そのお作法そのものが芸術になってたりとかするわけですよね、うん、そのようにする作法の意味をこう辿っていくと、その作法自体に歴史が詰まってて、その作法について、まあ、もてなす方ともてなされる方が、対話 しながらこう、その文化をたどって、価値観をこうすり合わせていくみたいな、ファンクションっていうのか、その機能が機能が生じてるっていう、その作法自体に。同じ行為をして同じように調査するっていうだけで、なんですかね、まあ、あるその美術芸術を鑑賞してるのと似たような状況に多分なってんですよね、茶道とかって。面白いなと思うんですけど、それ相手をもてなすためにこういうものを用意したとか、でそれは作法にのっとっていたり、まあ、そのもてなす側の価値観もそこにちょっと入れ込んでいたりとかするんですよね、おそらくなんですけど。だからその作法には大体こうだよねがあるんだけど、余白もあって、多少のこう自由な自由度があって、多少こう揺らしても大丈夫っていう、そういう感じですかね。ゆっくりやるのか、同じようにスッとキレのある動きでやるのかとか、そうやって同じ行儀作法でも自由度があるわけですよ、やる人にとっては、うん、とかね。なんかそんなこと考えてこう、まあ、その多様性がこうどんどんこう増していくというか、それはなんかこう奥深いと感じたりとかするんでしょうけど、まあだからなんですか、わびさびとかもよくわかんないけどさわかんないけど、なんとなくこう定義しろって言ったらもう線引けないけど、要するに線を引けない状態をわびさびとか言ってる感じがあるから、うん、あれ文化なんですか、作法なんですか、ルールですかって言ったらどれでもないよね、なんなんですかね。そういうなんかその曖昧なんだけど、大体共有、なんとなくみんなが共有するっていう、そういう領域もありますよね、うん、なんかそれがこう僕らでどれぐらい、その今9人いるメンバーでどれぐらい共有できるのか、ちょっと興味深いですね、うん、今のメンバーだとこれぐらいまで共有できそうだねっていうのもありそうですし、新しいメンバーが加わってきたことによって、まあ、もし仮に新しいメンバーが、なんていうのかな、今までとは違う価値観を持っていたりキャラクターだったり、あ、今までいない感じの人でしたねってなった時に、その人との比較とか対比で、あ、自分こうだったなみたいなことが見えてきたりすることがあるでしょうしね。で、今までこうやってましたけど、確かにそういうキャラクターにとってはこういうスペースがあった方が都合がいいかもしれないねっていうので、こう新しい、なんだろう、取り組みだったりルールだったりマナーだったり生まれる可能性が増えますよね。なんかその衝突はコストでもあるけど、クリエイティビティのトリガーでもあるというかそんな気もしましたね。
だろうね、だからそのペットのしつけとかだと、まあ、基本的には周りに迷惑をかけないためのお作法っていう僕の印象はね、そういう感じがしますけど、まあ、でもその時代によっても良しとされるものが違っていたり、飼い主さんのどういう人が飼い主として多くなってくるかっていうのにもよっても求められるニーズが変わってくるんですよね。こうしつけが飼い主によって求められると、なぜなら飼い主はこういうふうに生活している中でペットとうまくやりたいからっていうのが時代背景によって全然違ってきたりするんだと思うんですよ。そのまあ仕事をさせるためのペットの持ち方、まあ盲導犬だとか、なんだろうな、それ以外に何かあるんですかね。盲導犬は仕事だよね、完全にね。犬ぞりってことはないんでしょうけど、多分ほとんどの人にはと。仕事をさせるためのペットじゃなくて、なんだろうな、まあ、完全にこう家族、僕の今の価値観のイメージではこの家族の一員としてすごく大事に扱うペットとの付き合い方が多いような気がするんで、まあ、そうするとまあなんだろうな、人と同じではないけど犬であっても家族として迎え入れて、家族として付き合って、家族として、責任を持つ状態なんだったら、礼儀作法みたいなことだって、まあまあのレベルに上がっていくことだと思うんですよね。これも作法だよ、これだって行儀だし、まあ人間の家族同士で、まあ、この子供にこれぐらいのことはちょっと外で遊んだり何かしたりするときには人に迷惑かけないようにこれぐらいのことを守ろうとかっていうふうに伝えるのと温度感が近くなってくると思うんだよね。犬猫だからっつって、言葉が通じないよねで済まされないと、まあ、ある程度責任も出てくるよねっていうことだと思うんですよね。まあやっぱりなんか噛んだり怪我させたりみたいなんてありますもんね。あんまりだからちゃんと買ったことがないからあんまり具体的に思いつかないけど、確かによくゼロから考えるとなかなか深い話ですね、ペットのルールとマナーって、ペットに対する法律みたいなのってどれぐらいちゃんと決まってるんですかね。なんだっけ、動物愛護法みたいな法律はあるんでしたっけ。まあ、だから法律はローだよね。ローがあってルールがあってマナーがあると思うんですけど、ローではここまで規制されてて破ったらこうなりますよってペナリティが多分一番強くて、まあ、最悪裁判になった時に、ま、破ってる側は まあまあなかなかのペナリティを受けるっていうぐらいきつい話ががっちり決まっているわけですよね。まあ、そこのお世話になるってことは多分普通にやってたらないと思うんですけど、まあでもよほどのコンフリクトが起これば、そのローがなかったらもう決着せずにお互いのコストが延々増えていっちゃうみたいな、まあよほどのことが起こっちゃうよねっていうのをこう起こらないようにするのが多分ローなんでしょうね、法律っていうか。ルールは別にその法的拘束力とか裁判とか誰が裁くのっていう話っていくと何もないじゃないはずですけど、まあ、例えばうちのマンションの中だったら管理センターがマンションを管理する上での規則を決めているから、でまあ例えば ペナルティって言ったって国家が課すペナルティじゃないからどこまでできるのかって言ったら、まあ、最悪の場合その住む契約自体を切りますよとか退去まで行くっていうのが
一番きついペナルティですよね、うん、まあそれ以下もいくつかあるかもしれないですけど、これの利益を享受できなくさせますよみたいな、それぐらいの話がこうルールとペナルティがセットになってて、規約を守らない人はこれができませんみたいな。かといって破ったら即退去とはならないから、そこもいろいろ段階がありそうな気はしますけど、でまあじゃあそのルールも多くの人が大体まあ守るよねと、うん、守った上で、まあその飼い主個々人の考える価値観に沿ったマナーっていうのがあるんでしょうね。そうするとマナーはどうなんでしょうね、そのマンションの中だけの話じゃなくて、マンションの周辺住民も関わってきて、でまあじゃあどこでも同じようなあのご近所付き合い上のこういうコンフリクトがあるよね、あんまり吠えかかいちいちこう散歩の途中で、毎回毎回吠えかかられるみたいなみんなびっくりしちゃうし、困るよねっていうのは多分どこでも起こり得る話で、まあ、じゃあ飼い主たるものをこれぐらいのマナーを守りましょうよとか、しつけはこういうふうにしましょうよとか、うん、っていうのがあの一般論としてできて、でも破ったらどうなのっていうのは決まってないと思う。でも飼ってる人も居心地がよく、飼っている人との飼っていない人と飼っている人との衝突も極力こうやっとけば起こりにくいよねということをこう探していくと、まあ、その辺にこうマナーとか作法とかこうしとくといいよっていうのがだん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 落としどころが見えてきて、でその時代にあったお作法として修練されていくというか、まあ、そんな感じなのかなと思ったりしましたが、いかがですか獣医さんでだからまあこれ獣医さんの視点から見ると、またその毎回毎回そのペット飼ってる人と毎日対峙するから、これまたちょっと視点が細かくなるかもしれないですけど、飼ってない人からすると、まあ普段は道ですれ違うぐらいのこう距離感だから、あんまり細かいこと気にしてないんですよね。まあでもあれかな、細かい、音にすごい敏感な人は音をすごく細かく気にするかもしれないしね、うん、それは分かんないですね。確かにそれはどこをマナーとして落としどころにするのかはその人次第かわかんないけど、まあ僕はそういう感覚でこう改めて考えたら整理できたかな。なんか法律、ルール、マナーの3段階で、そのそれぞれも多少こう軽い思いがあって、でマナーもペナルティはないんだけど、破るとそうだな、やっぱりその白い目で見られるとかっていうのはある種のペナルティだよね。でそれを何だろうな、あるいは気まずくなるとかさ、なんかその毎回同じように注意されるとか、これもその決してその居心地のいい状態じゃないっていう時間を取るという。まあ、ある種のペナルティとして作用するんでしょうね。マナーに対してもやっぱりあるのかな、そうですね。でもそれもなんかその地域をどこまででくくるかわかんないけど、その地域っていう、まあある種のサロンですよある種のサロンだと思うんですよ、地域だって。でそこのメンバー間で、まあお互い自由に普段暮らしてていいんだけど、
そのメンバーとしてより良いチームにでいるにはこういうことやった方がいいねっていう、ことが徐々にこう積み上がっていって、っていうことなんでしょうね。だからやっぱりあのチームとしていろんなこう人を受け入れていたり、いろんなまあ問題をたくさん経験したり、その地域ができてからの時間が継続時間が長かったりっていうのはその地域の強さなんだろうし、そのサロンとしての経験値の高さとしては、まあ、そこに学べばいいんですかね、我がサロンも、まあ、ある種のオンラインに生成されたある種の地域だと思うんですよ、僕らは9人もね、まあ、すごく小さいっちゃ小さいけど、まあ、新しいメンバーが入ってくるかもしれない、あるいはその事情があって、今いるメンバーがいなくなる可能性もある、まあ、あるいはその地域自体が継続不可能不能っていう限界集落になる可能性だっていつかはあるかもしれないじゃん、まあ、僕は今のところそのつもりなく、とりあえずでありつつも3ヶ月継続しつつ、まだその終わりを見て経営してるわけじゃない、運営してるわけじゃないですけど、そうですね、だから継続していくと、まあどこかで衝突とかほころびとか合わないことが多々起こっていって、それをどうやって乗り越えて、乗り越えた後に資産として、そのサロンとかチームとか地域とかの資産として積み立てていければ、存続しやすくなるのかなと思ったりしましたいかがですか動物の話からだいぶ広げましたけど、まあでも割と普遍性のある話かなと思ったんですね。なおくんがコーチングするとかって言ったらチームを抱えたり、するわけだと思うんですけど、あとはね、明さんとかだったら、まあ、あるチームに呼ばれて出て行って、そのチームの中での、まあ、より良いパフォーマンスを求められてる範囲内でするとか、でも一方ではこう別な利害関係者もいて、ここでは今のところ衝突が起きる気がしません。確かにそうなんだよね、あんまりね気配が感じられないから想像できなくて、あんまりこうふわっとした話しかできてないけど、まあ確かにこの9人であんまり気にしないんだけど、どうなんでしょうね、新しいメンバー入ってくるとかそういう時に起きるのかな、あるいはその、まあ、この間ね、例えばユージンさんがナオ君誘ってくれたりしましたけど、まあ、誘ったけど相手がその気にならなかったみたいなことはあり得るよねそういう時に、まあそれ衝突じゃないかもしれないけど、なんだろうな、お誘いかける時はこういう風に誘った方がいいねみたいなのは、まあ前向きな衝突ではなく、なんだろうな、経験値として前向きな話として方法論のようになっていくかもしれないですし、わかんないけどね、ということで友人さんのこう昨日の話はね、すごいなんか考えがすげえ永遠に広がる話だなと思いながら聞きました。はい、ということで今日も一日皆さん誰と笑いますでしょうか。良き一日をお過ごしください。良きメリークリスマスをじゃあね。